私は MC を務めさせていただいてます JN3DGF カオルです。講師はコウさんにお願いします。 JI3ICY コウです。よろしくお願いします。はい、前回は符号の音を出してこのような模擬更新をしましたね。今日は何の練習になりますか？はい、今日は 599BK 方式の挨拶などが入った更新例を紹介します。そうなんですね。挨拶などが入った 599BK 方式の更新がこれになります。朝は GM グッドモーニング、おはようございますの意味になります。昼には GA グッドアフタヌーン、こんにちはになりますね。夜には GE グッドイービニング、こんばんはの意味になります。これらの文字が、入ってくるわけです。更新する時間帯によってこの文字は使い分けをします。挨拶が入ると更新の雰囲気が良くなりますね。それから QSL という文字が入ります。これは QSL カードの意味ではなくて確認しましたという意味になります。送信内容を了解しましたという意味です。最後には73の符号が出てきます。これは FM や SSB でおなじみですね。そして TUEE で終わります。追加された文字を赤い字で表しました。これは見本ですから、実際には呼び出し局によって他の文字が入ってきたりすることがありますが、慌てずにコールサインとレポートを正確に伝えましょう。はい、それでは前回の簡単な方法とこの挨拶の入った更新はどう使い分けるのですか？はい、それは CQ を出している局に合わせます。更新の様子を聞いてみて、どんな方法で更新しているのかを確かめてください。またたくさんの曲が呼んでいるときは、待っている曲のために更新を短く済ませるのが応答曲のマナーになります。そうですね、様子を見ながらスムーズに更新が行えるようにマナーを守ることも大切ですよね。はい、それでは先ほど出てきた QSL の意味についてもう少し教えてください。更新では QSL の符号がよく出てきます。 QSL は更新内容を確認しましたという意味になりますが、その他に QSL カードの交換という意味に取る場合もあります。 QSL カードの交換を求める場合はQSL via JAL と送信するのが確実です。それでは前回と同じように実際に音を出して模擬更新をしてみたいと思います。
皆さんいかがでしたか？受信に自信がない人はこの部分を繰り返して聞いてみてください。はい。今までに出てきた文字を整理してみました。出てきた文字を赤い色で表してみました。これまでに16文字が出てきました。自分のコールサインを含めると約3分の2以上の文字が出てきたことになります。符号の克服を目指してもう少し頑張ってください。本当にたくさんの文字が出てきましたね。皆さん全部の符号を覚えるまであと少しです。頑張りましょう。